皆さんこんにちは。二枚目俳優として20代の頃にはすでに日本を代表する存在として活躍。年齢を重ねるごとにその役柄を変化させ、現在は個性派俳優として唯一無二の存在である三浦友和さん。今回はそんな三浦友和さんについて迫っていきたいと思います。1972年シークレット舞台でテレビドラマデビューを果たすと、1974年当時絶大な人気を誇っていた歌手の山口百恵さんの第1回主演映画伊豆の踊り子の相手役オーディションで見事合格し、映画デビューを果たします。そして翌年の1975年にはテレビドラマ赤いシリーズで再び山口百恵さんと共演されると、たちまち大ブレイク。1980年まで続いたこのシリーズは高視聴率を記録し続け、三浦さんと百恵さんは百恵友和コンビイコールゴールデンコンビと呼ばれるようになったのでした。こうして三浦さんは人気俳優の仲間入りを果たすと、以降も順調にキャリアを積まれ、硬派な役からコミカルな役まで演じ分ける演技派俳優として確固たる地位を確立しました。三浦友和さんは石原軍団だったのかと疑問に思う方が多いと思いますが、三浦友和さんは若い頃も今も石原軍団ではありません。2021年に解散した芸能事務所石原プロモーション、当事務所に所属した俳優を石原軍団と呼びますよね。三浦友和さんは昔石原軍団だったと思っている方もいるかもしれませんが、違うのです。ではなぜ石原軍団と思われがちなのかというと、西部警察に出演していたためと思われます。西部警察とは1979年から1984年にかけて放送された石原プロ制作のテレビドラマです。主演の渡哲也さんをはじめ、石原裕次郎さん、舘ひろしさんなど石原軍団を代表する有名俳優陣が出演していたため、同ドラマに出演していた三浦さんも石原軍団と思われがちなのではないでしょうか。三浦さんが演じたのは沖田五郎という役で、腰に受けた弾丸が摘出不能となり余命半年を宣告された悲劇の刑事沖田自身のキャラクターと三浦さんの演技が話題となり、出演契約がもともとの6ヶ月から延長されたといいます。それに伴い沖の余命も10ヶ月伸びたというので、沖田五郎と三浦さんの人気は制作サイドも無視できないほど高かったのでしょう。三浦さんは同ドラマへの出演に関し、重圧がありましたと語っています。スター軍団に囲まれて人気シリーズに出演した若かりし日の三浦友和さん、プレッシャーとの戦いがあったことは想像できますね。しかし大変だった一方で、撮影中は毎日が楽しかったと語るなど、プレッシャーの反面充実していたことも認めています。そうやって石原軍団の中で輝きを放った印象が強かったために、三浦さんも軍団なのだと思われたのでしょうね。一方、私生活では1980年に山口百恵さんと結婚しました。二人が最初で出会ったのはグリコの CM でした。百恵さんは1973年にホリプロからデビューします。次の年にグリコの CM 撮影で三浦さんと出会います。実はもともとはこの CM の百恵さんの相手役は他の人で、撮影も終わっていましたが、どうも仲良しカップルに見えないということでボツになったそうです。そしてその頃はまだ認知度が低かったですが、ドラマシークレット舞台に出演していた三浦さんに白羽の矢が立ったのです。そしてこの CM は爽やかカップルのイメージ通りになり好評となりました。そしてその後、三浦さんは百恵さんの初の映画伊豆の踊り子の相手役にも決まりました。そしてゴールデンコンビと呼ばれ、赤い疑惑、赤い衝撃でも二人のコンビで視聴率も高かったのです。ドラマの共演ではずっと一緒の現場にいて、後に三浦さんは仕事の場がデートの場でもあったという発言をしています。そして1979年に三浦さんのマンションから二人が出てくるのをスクープされます。それで百恵さんはコンサートの舞台の上で、私の好きな人は三浦友和さんですと交際宣言をしたのです。そして三浦さんも会見に応じて、結婚を前提にお付き合いをしていますと交際宣言をしています。
実はそれ以前から山口百恵さんは結婚をしようと考えていました。山口百恵さんは研ナオコさんに、誰にも言わないでね、結婚して芸能界を辞めようと思っているの、とこのように告げていたのです。当時のことについて研ナオコさんはこのように話しています。これ衝撃の告白ですよ。三浦友和さんとのことは噂にはなってはいましたけれど、本人からはっきり言われたのはもちろん初めて。私のお口はダイヤモンドよりも固いですからね。絶対に誰にも喋らないって約束したことを覚えています。それが私の45周年コンサートの時、歌と歌の合間のトークタイムの時に、なぜかその百恵ちゃんとのエピソードを話したんです。約束を交わしてから初めて口にしたのがその時。もう百恵ちゃんが引退して何十年も経っているし、結婚して子供もいる、そんな話みんな知っているし、なんで今頃って感じで、お客さんもスタッフも唖然としていましたよ。旦那の第一声が今頃言うかでした。まあ私はそれくらい約束を守るってことですよ。私としてはやっと言えたい、よかったって。百恵ちゃんはきっとその頃の心の内を誰かに聞いてもらいたかったんじゃないかと思います。真相はわからないけど、きっと私なら絶対喋らないと思ったんじゃないかな。そういう意味では人を見る目があったということね、と話していました。そして山口百恵さんと三浦友和さんは1980年3月に婚約発表し、同年11月19日に港区赤坂のキリスト教団霊南坂教会にて結婚式を挙げました。披露宴は東京プリンスホテル鳳凰の間で1800人の招待客でした。そして百恵さんが父と慕っていた宇津井健さんご夫妻に仲人をしてもらいます。華やかで盛大な披露宴を挙げ、晴れて2人は結婚したのでした。その後は百恵さんは宣言通り芸能界を引退します。その後は作詞家として作品を提供したりはしていますが、とにかく表には一度も出てきません。紅白歌合戦に3年連続で出演交渉もありましたが、一貫として断っています。2011年のインタビューにて三浦さんは、百恵さんの芸能界復帰についてはそんな大きな気持ちをしまい込んでいた妻に気づいていないなら夫失格、離婚しないといけないと話しており、深く理解し合った夫婦の自信を覗かせています。百恵さんは引退後はキルト作家の角玲子さんに師事し、家事の妨げにならない時間にずっとパッチワークキルトを学んでいたようです。そして30何年と続けてきて、作品集を出さないかという打診があり、三浦さんが背中を押してくれて、2019年に三浦百恵名義で時間の花束を出版します。三浦夫婦は15年間ずっと理想の有名人夫婦ランキングで1位、2020年には殿堂入りします。それに三浦さんの長年のマネージャーさん曰く、2人は誰も見ていないと必ず腕を組んでいるそうです。2004年の参院選の投票所へは相合傘で行ったり、2017年は一緒にデパートで買い物、三浦さんの誕生日には映画館デートをしていたというニュースもあります。長男の雄太郎さんは、両親が僕ら夫婦の手本との発言をしています。これが他のどんな幸せにも二人にとっては勝るものなんですね。そんな三浦夫婦は1988年東京都国立市に美術館のような豪邸を建てたそうです。まさに白亜の宮殿といった感じです。なぜ自宅の場所を国立市にしたかというと、この地域は都心と比較して緑も多く落ち着いており、文京区では子育てにも適しているようです。しかしあまりにも有名な夫婦であるため、ファンが自宅に押しかけていないか心配になってしまいますよね。ちなみに一時的に23区内に仮住まいを設け引っ越したそうですが、結局は自宅に戻ったそうです。三浦夫婦は国立市との関係がとても深いそうで、地域のイベントにも積極的に参加されています。三浦夫婦は自宅を34年ローンで建てていたそうです。そしてそのローンを完済したこともきっかけの一つとなり、2021年に自宅のリフォームに着手しました。どうやらこのリフォームによって息子である三浦雄太郎さん夫婦の同居も見据えているそうです。孫も生まれているので三浦さん夫婦も毎日顔が見たいのかもしれませんね。
爽やかな二枚目俳優として絶大な人気を誇った三浦さんにも不遇の時がありました。そんな時代を支えたのが桃江さんでした。2018年にはインタビューに応じた三浦さんは、当時自宅の売却も検討したことを明かした上で、10万円なら10万円の生活、1000円なら1000円の生活をするだけよと桃江さんからもらった言葉を明かしていました。そんな桃江さんは専業主婦を行いながら、自宅の同じ敷地内の別棟に住む三浦さんの両親の介護をしているようです。三浦さんはインタビューで、そんな桃江さんへの感謝を、二人とも認知症ではないし、トイレも自分で行けますが、要介護1ですから妻が食事の世話をしています。ただ塩分制限などもあるので、週3回くらいは夕食だけ配食を頼んだりしています。姉夫婦もちょくちょく顔を見せては世話をしてくれています。それでも妻は大変ですよ。病院は妻が車で連れて行っています。介護で自分の時間が削られるだけでもストレスになっているはずですから、ここは愛情で済ませず、ありがたく思っていると言葉に出して伝えています。なるべく妻が楽に介護できるようにしたい。それが夫の務めです。下の世話が始まったら施設に入れることも考えていますと語っています。そんな三浦友和さんは、2023年に71歳になるとは信じられませんよね。2022年8月25日にはプロ野球の始球式をスーツ姿で務めていました。背も高くスーツがとても似合っていましたが、なんといってもあの爽やかさはいつになっても健在。2020年1月公開の風の電話は、東日本大震災で家族を失った少女の物語で、三浦さんは少女を取り巻く重要な役を演じました。他にも AI 崩壊やグッバイクルエルワールド、僕は線を描くなど、さまざまなジャンルの役を見事に演じています。また2022年10月には TBS 系のクロサギに出演しました。このドラマでは三浦さんは詐欺師会のフィクサーを演じ、主人公役の平野翔さんの敵役ということで、いつもの爽やかなイメージとはまた違った魅力で視聴者を魅了していました。いかがでしたでしょうか。今回は三浦友和さんをご紹介しました。今後の活躍にも期待していきましょう。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。